皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、8月の10日、10時24分、オリンピック関係者の皆様へ、昨日、私の方も精神的にだいぶ、参るようなことがあったんですけども、その辺のところは、昨日僕はホームページ、淡井圭介の歴一番のところで、これが僕の誕生日ですっていうようなところの内容をご覧になっていただいたらわかることかと思うんですけども、それと、そういうような状況がもともとありましたので、その日に関しては、要するに9日の0時00を回ってからの時間帯ですね、それぐらいの時間帯から、勝ち負け、取り組んでいません。だから頭の中渡したり足の力渡したりとか、特に陸上選手だったら頭の中プラス足の力プラス、あと走ることに関しては腕の力も、渡した方がいいです。で、腕の振りによってもやっぱりスピード変わってきますんで、で、100×4、100m×4 の、リレーとか、残念ながら5位に終わってますけども、もうそこは、こちらの状況もこちらも状況だったので、その辺のところは、決して自分たちが世界に劣ってたわけじゃないんで、もし僕は取り組んでいたら、絶対メダルは取れてます。もしかしたら銀狙えているかもしれません。最後見ました。最後の方の第4走者のところで、バトンの受け渡しがうまくいってなかったり、だからそれ僕の頭の中渡していたら、バトンの受け渡しが本当にスムーズに、全部行えるんですね。で、あと最初のスタート。バトンを受け取る人も、全部最高のタイミング。全然違いますから。で、あとプラス足の力を与えていたら、速度がもう根本的に速くなるんですよ。で、だから銅以上はまず狙えてると思います。取れてると思いますね。それ他にも400m×4 でしたっけ？準決勝だったと思いますけども、ほどほどの順位で、日本記録ぐらいの、記録だったと思うんですけど、僕も後からちょっと動画で確認したんですけど、とにかく昨日もね、とんでもない目に遭ってまして、その睡眠時間もね、連日、睡眠時間短かったわけじゃないですか。で、8月9日、僕の誕生日の日に限って、睡眠時間が2時間ぐらいしか眠れてなくて。で、もともとそれはもう、スポーツの勝ち負けよりも、河川水門開閉式発電とか、結婚問題のことを重視して、対応するつもりだったんですけども、結局もう、皇族の人たちが、始末ですから、対応全くしない。今度は、明子というものと、過去というもので、僕を、キャッチボール使って、遊び始めてる。もう、まこちゃんの件も、それはそれで別で裁判すると思います。それとは別に、参加人、補助参加人として、テレビ局に対しての、裁判に参加はしてもらうと思ってもらってます。これは久人君もそうです。次期天皇陛下ですから。まだ17歳ですけども、もう若いうちから裁判関わっていた方がいい。で、それで、だんだん覚えていきますから、いろんなことを。だから、大学で学ぶことよりも、一緒に裁判に出て、裁判っていうものが、実際自分で何を、どうすればいいのかっていうことを、実際自分でしなかったら、人間覚えれないんですよ。そこの仕事場で働いてみなかったら、そこの仕事場のことがわからないように。で、ちょっと話それましたけども、今日の晩からもう一度、今日の晩というか、夕方ぐらいには種目はあると思いますけども、取り組みます。勝ち負け。で、あと、8月11日までだったと思いますけども、今日の夜0時00を回ったら、8月11日だと思うんですけども、もしかしたら今日が日本時刻というか、そのパリ時刻で言うと、今日が最終日なのかもしれませんし、もうここ最後、全力で、取り組もうかなと、思っています。で、
まあ、もうそれはもう今日ある程度寝れましたので、まあ、トータル6時間ぐらい眠れてると思います。ただまあ前日がね、あんまり眠れてなかったりしますし、その前の日も今日はそうですし、まあ、昨日やっと、その精神的な、心のメンテナンスぐらいは、直しましたね。ここから先は、ちょっと最後、踏ん張ってみようと、まあ、そういう気持ちで取り組むつもりです。で、あと、これもオリンピックの選手村にいらっしゃる、選手、監督、コーチ、関係者、ジャーナリストの人たち含めて、ホームページ、淡井圭介の行きのワードメッセージのところ、一番下のところ、3番目のところ見てもらったら分かる通り、他国の言語に翻訳できています。で、その状況を、一つ目と二つ目の、動画に関して、それはもう翻訳終わってるんですよ。だからそれを他国の人たちに広めてもらえないですか？エネルギーの残存量問題とか、それ知ってる人間ほんのに少ないんですよ。公務員の人たちとかでもなかなかいない。石油は技術的に採掘可能埋蔵量いくつだとか。で、それについてどういうふうに対処していくべきかで、ガソリン車の生産停止だとか、オリンピックの解体だとか。で、万博の条約とか、オリンピックに関する条約とかも、消した方が、なくした方がいいと、削除しなければならないと。スポーツ振興法もそうなんですけども、で、そこ、スポーツ選手として、ネガティブに捉えてほしくないんですよ。サッカー選手の人たちとか、プロ野球選手の人たちもそうなんですけども、過密日程で日本中飛び回ってるでしょ。もうみんななかなか結婚できなくなってるんですよ、男性でも。だから女性までそれし始めると、これ50年近く少子化が続いていたのに、さらに少子化になる要因っていうものを増やしていて、まあそれも精神病院の件もそうなんですけども、多すぎるんですよ。少子化になってる要因が。で、結婚してどこに住むか決めて、で、家を購入して、所得税の控除で家のローンを返済していくものなので、早く結婚した者勝ちなんですよ。だからせっかく一人で、すごい成績を上げたとしても独身で。だけども、それって、ほどほどの成績の人と、ほどほどの成績の人で、早く結婚した人と、結局、言い分どころか、その人たちの方が人生、ちゃんと計画的に進んで、負担少ないんですよ。だその辺のところを踏まえて、あんまりネガティブに捉えてもらわないで、しっかりと、そのオリンピック解体をなぜ淡井さんが言ってるのか、で、なぜ今回、ロシアが参加しなかったのか、僕からの提案でプーチン大統領は、動いてくれて、オリンピックの参加を取りやめてくれたんですよ。ロシアに関しては。だから今のところ世界の模範となるリーダー国はロシアであって、アメリカでも中国でもありません。で、まあ今、まあまあ、昔から多くの人は理解してると思いますけども、世界引っ張ってるのは淡井圭介であって、それは民間人じゃないとできないんですよ。まあ、民間人から提案してもらった方が、政府上層部の人たちもいろんなしがらみが結局あるんですよ。もともと大企業の役員をしていただとか、もともと総理の家系だったりだとか。で、それでまあ、いろんな会社とのつながりとかがあってっていう形で、がんじがらみになってるから、一民間人である僕からの請願法による陳情とかで言った方が、あとは合理的な20億人の命のかかってる、判例と、どちらが上だと思ってるんですかって。似たような判例なんかもうすでに国際司法裁判所で出てますよって。脱退したいんですかっていうことに、まあ、なってくるんですけども、まあ、その辺のところもね、込みで、物事を、動かしてますので、これ別に脅してるわけじゃなくて、本当は学校教育でみんな習ってるんですよ。第一次世界大戦も第二次世界大戦も行政が起こしたものであって、民間人はそれに付き合わされてるから、だから民間人が住んでる居住区に向かって、空襲爆撃なんかしちゃダメよっていう、法律があって、それ本当にしたら、軍法会議どころで収まらないですから、もうこれ、捕まる。投獄。で、もう、軍のね、上の方の人間でも、もう大佐とかよりももっと上の方の階級の人間。でも今時戦争なんかないんですよ。で、本当のこと言いますよ。核兵器の数あるでしょ。あれがゼロになった国って、原発停止します。本当のところはもうだいぶ前か、僕は小学生の頃から核兵器って解体し始めてるんですよ。で、それを原発の方とかに回してるんですよ。これも戦勝村で他国の人たちに教えてあげてくださいね。どこの国も変な放送の仕方してるでしょ。
その辺のところの部分でね、皆さんしっかりと、それはもうホームページでちゃんと僕の方で文章で書いていたりだとか、動画で言っていたりとかしてるんですよ。だから、まあ、皆さんからしたら、行、欄が多すぎて、どこから見たらいいかわからないっていうところあると思いますけども、まあ、ちょっと今、重要なところだけ、まとめて、ワードメッセージっていうことで、いろんな国に、翻訳して伝えてますんで、ちょっとその辺のところね、日本人の皆さんね、選手村で、他国の人に声かけるのって勇気いると思いますけども、もう積極的に自分の違う種目の人たちにも声かけていって、もうこの動画ちょっと見てっていうことで、で、探してみてください。その国の人たちの母語で翻訳できてる部分、これ覚えてもらわなかったら、一般人の人にも責任あるんですよ。一般人の人たちが車乗り回してるでしょ。それ知識あったら本当は学校教育で習ってるから。みんな大人になったとき、電車バス徒歩にしなきゃダメよって、車なんか簡単に買っちゃダメよって、それは仕事でどうしてもいる人だけよっていうことを習ってるから、学校で。記憶がなくなってるだけなの。小中学校でみんな絶対これ教えてもらってるから。それ教育委員会の方から言われてるから、世界中で。だけども社会に出てから、自分が一人前、自由に、自分が稼いだお金は自由に使っていいと勘違いしてしまって、いっぱいいろんな失敗してるんです。これが世の中の本当のことですので、まあ皆さん、その辺のところを踏まえて、世界中の方たちに、お伝えしていただけたらと思います。ですので、それとあと、まあ、機能とかの、成績に関してはもうあんまり気にしてもらわなくていいです。私が頭の中とか、足の力、腕の力を供給していたら、もうメダル取れてるなっていう種目いっぱいありますから、例えば110メートルの、ハードルとかでも、多分メダル取れてますよ。2人進んでるでしょ。もう1人 の髪の毛染めてる人、あの人はもう絶対メダル、金メダルは絶対取れない人ですから、もう髪の毛染めたりとか、もうピアスしたりとか、そういう人たちがいたら、もう絶対ダメなんです、チームプレーとしても。で、取れない仕組みになってるんです、コンピューターの稼働の仕方で。で、だからもう1人の選手で行くっていうことを僕のホームページで明言してたんですが、それプラス、僕の頭の中とかを供給したりしていたら、もしかしたら11秒台を割り込んで12秒台で走れてたかもしれないんですよ。訂正、13秒台を割り込んで12秒台で。まあ、まあ、すごく、まあ、もったいない部分はあるかと思うんですけども、まあ、僕も体調面もありますし、河川水門開式玉発電とか結婚問題とか早く、それ解決しなきゃならないっていう部分はありましたんで、ちょっとまあ、その辺のところは選手の皆さんとしては、まあ、自分たちの日本としての実力は本当は、昨日の実力は本気の実力じゃないよと。淡井さんが本気になった時の実力が、あと選手の人たちが本気になった時の実力が、それまでに、体をしっかりと鍛え込んできて、その時の結果が本当の結果だよっていうことは、まあ、皆さん、覚えておいていただきたいところです。だからもう胸張って、帰ってきてもらったらいいですよ。僕たちはもう全力尽くしましたと。でも、淡井さんにも淡井さんの事情がありましたから、まあ、メダルは取れなかっただけで、本当は僕らもメダリストなんですよっていうような、ことを、もう言ってもらったらいいと思いますよ。もう昔から観客席で、淡井コールとか本当は起きてますから、野球場とかで。もうそれは2008年とかそれぐらいの頃からです。それが本当の話です。もう本当に公式でテレビで1998年ぐらいの頃からスポーツの結果の出方について僕はもうテレビに向かって伝える方法とかで現場でもそれ言ってもらってもうそれも一般人の人に覚えてもらいましたから。だいぶ、まあ全員が全員覚えてるわけじゃないですけどもその話もだいぶ広がってるんですよ。ということで、皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。まあ政府の方も積極的に選手の方にいろんな国の方に淡井さんの動画、その翻訳してるワードメッセージのところは、しっかりとちょっと見て、覚えて、あとは母国に帰ったとき、その動画をいろんな人に見てもらうように、行ってもらって、もう公務員の人でも、分かってない人たち、ものすごく多いですから、それみんなで一回ちゃんと、知識持たなかったら、本当に滅びますから、もう目と鼻の先まで来てますから、ちょっとまあ皆さん、ご協力、ご対応のほど、よろしくお願いいたします。以上です。